ゆゆタたの良いところと悪いところ、もこの良いところと悪いところ教えてくれ。勝手になんか診断してることで、ゆゆたの悪いところから、まず顔が悪い。顔がちょっとなんか挑戦権の気持ち悪い顔してるから、良くないと思う。え、良い,いところ。なんかあいつ、その、気策に、いろんな人、コミッションじゃないから、いろんな友達が多い。が良い,いところかな。もコの良い,いところは、うん、なんだろうな。あ、まあ、気、気が使える。優しい、あいつ。なんか人を傷つけない。 悪いところはアデノイド。横顔が爆裂にキモい。ゴリゴリのアデノイドだから、なんか、ボクシングとかあったら、一発でぶっ殺されちゃうんだろうなと思いながら見せた。<laughs> 大石さんのいいところ。あ、裏表、誰に対しても、同じ。有名人だから、コびへつらおうとか、有名人じゃないから、適当にやろうとかはない。 悪いところは、なんだろうな。写真で、ぷくーってするところ <laughs>。が悪いところ。俺ちゃんと言っただろ。俺先輩とか後輩関係なく、俺ちゃんと言うから。じゃないと、いいところもみんなに信用してもらえない。黒人さんの悪いところは、本当に、あの人は、めちゃめちゃ、人のことを思いやりがある。めちゃめちゃ思い出がある。なんでかっていうと、 俺が、なご遊びったら、うんこちゃん何して遊びたいのってあちょっと風俗行きたいですね。っつったら20件ぐらい、その風俗の店の情報がブワーってここの女の子の評価みたいなのを <laughs>、おすぎとピーコの映画レビューより詳しく、そのレビューをブワーって載せてくれてや、美味しいとこご飯食べ行こう。いや、車で迎えに行くよ。めちゃめちゃ優しい。一緒に番組出てもすごい気遣ってくれるし、俺が苦しい時に、なんかそっと手を差し伸べてくれる。悪いところはアトピー。やっぱこんなちょっと吹いちゃってるから、あそこはちょっとダメだなって思う。 ね、緑さんいや、緑さんは、あ、俺緑さんとご飯行ったと言って、ごお金出したことって一回もないのね。すごい、お、男。意外と。昭和の男って感じで男らしい。悪いところは、エッチの時にコンドームができないから、血遅れだから、コンドームできないから子供を3人下ろしてるところが悪いところだと思う。人として、やっぱ最低だから。緑さんだけ唯一、今までの3人は圧倒的に、あ、4人、圧倒的にいいところの方が、 百、もう百対一ぐらいなのよ、正直。ミミルさんの場合は、悪いところの方が上回ってる。でも、この人面白いからちょっと一緒にいよよっていう、知的好奇心。コ介スケのいいところいっぱいあるよ。まず、最オレ。悪いところは見た目。<laughs> もうそれだけ。山田さんのいいところ。うーん、一番いいところあげたいな。 あ、あったわ。行動力。で、悪いところも、行動力。<laughs> いや、圧倒的に、それ思わない行動力、俺が今まであった人の中で、山田さんがぶっちぎりで一番あるわ。いや、脱足さんはね、ほんとに優しい、あの人。なんか、女絡みでさ、ようあの人炎上するじゃん。で、 言われもない。本当にデマもあるのね。本当のデマだけど、あの人それを否定しなかったんだって。配信つけてない時に、打足さんが自分の過去の女の子だったり、あの友達だったりを悪く言ってることを、一回も見たことない。本当にあの人は、おかし、もう、仕事なくなったら打足騙してツボ売って生活しようとしてんだけど、俺。騙されて、あの、 買ってくくれると思うめちゃくちゃゃ優しい悪いところは、悪いところ。え、やだ、打足さんに悪いところがなかったら俺が好きみたいでやだから、ちょっと意地で見つけるわ。あ、ロリコン、ちょっとやっぱ若い女行き過ぎ <laughs> 若い女行き過ぎ ?32 ぐらいでいいでしょうって思っちゃう。2、20歳、半分よって思っちゃう。いや、今日、あ、今一郎のいいところめちゃくちゃあるよ。 一個飛び抜けでいいことは、あの人、うちらの、そのね、周りで、ぶっちぎりで女にモテるの街歩いてても、絶対声かけられるし、すっげえ可愛い女とかも超寄ってくるけど、絶対に浮気しない !100% 浮気しない女も死ぬほど寄ってきてるけど、絶対に浮気しないなぜかというと、一人の女を愛するからって言ってた <laughs> マジで浮気しないだから、それほど、その彼女を、 もう素晴らしい人なので、俺、今日ちゃんとれいかちゃんが別れたら、俺、れいかちゃんと付き合いたいって思えるぐらい、あの女の子は、日本でも、トップ10に入る、あげまん。悪いところは、太りすぎて早く死ぬこと。あと多分、5年もしたら話せなくなっちゃうから、今のうちに思い出いっぱい作っていこって思ってる。絶対死ぬから。で,で、で、この前、モコとスロット行ったって話したっけ金曜日かなんか、先週の。いや、あれ、土曜日やっけな、なんか、あいつは、 俺ね、1時ぐらいから昼飯食ってなんか、暇だからスロットでも行こうぜって言って、まあ、7時8時ぐらいまで打って飯食ってバッティング全体って帰ってきて手が動かなくなってたんだけど、あいつは昔さ、先生って言われてたじゃん。俺スロットのこと何にもわかんないのね。だから、もこが教えてくれないから言ってたけど、 10年前のポケモンの講座やってる時の <laughs>、あの、モコだったから、俺、俺言ったわ、あいつに。あの、お前は、もう YouTuber 引退して、あの、モコ先生のスロット講座で食ったっけって。もし人気なくなったら、<laughs> しかもね、教え方が絶望的に下手くそさの。<laughs> 絶望的に下手くそで、何にも理解してないの。しかも何にも理解してる俺がめちゃめちゃ出てて、カトさんそれはそうなんですよ、つって、あいつ8万くらい負けてたのね。<laughs> <laughs> すげえ5択抜かすくせにめちゃめちゃ負けてんの何にも分かってないだから結局知識なんか必要ないんだなっていう結論に至ったわだから3回ぐらいなんか協定行ったことあってスロット2回行ったことあるんだけど俺が見てる限りであいつ俺と一緒にいるだけ時だけで50万ぐらい負けてるわ <laughs> 協定しって25万ぐらい負けててなんか <laughs> お「お前お前大丈夫なの?」って 4,50万負けてるね。めちゃくちゃおもろかったよ。やったほうがあいつ。映像にマジで一回残したほうがいい。お,おい、ほんと。今カメラつけて、モコうのスロット打ってる時のモノマネ、ほんとみんなに見せてあげたい。マジで、ちゃんとした強送りだから。